ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、毎回別総決算生放送スペシャルドラマ、終わりで始まり。これで媒体活動も終わりか。媒体バイバイ。編集部さんのお手伝い楽しかったね。そうですね、普段見られないところを見ることができたりしてワクワクしました。お手伝いも楽しかったけど、みんなと一緒に活動するっていうのもかなたちゃん的にはすっごく楽しかった。私たちいつもはソロ活動がメインですもんね。そうね、私たちにはソロ活動が合ってるって思うけど、誰かと一緒に活動するっていうのは振り返ってみれば得るものも多かったと思うわ。はい、私皆さんと一緒に活動したことでいろんな発見がありました。これからのスクールアイドル活動にもそれが活かせるといいな。私も同じ。それにみんなのいろんなところを知ることができて嬉しかった。だからこれから寂しくなる。もうリナコってば何しんみりしてんの。カスミンたちはこの経験をもとにこれからもっともっと成長するんだから。カスミちゃん前向きですごい。でもカスミちゃんの言う通りだね。いい経験をしたからこれから頑張ろう。リナちゃんボードうん。一年生に諭されちゃったわね。じゃあ早速これからのことを話し合いましょうか。次の校内ライブなんだけど、みんなライブの時間のことって知ってるかしら。え、なんか変更あんの？いつも通りだと思ってた。それがですね、愛さん、実は次のライブはスクールアイドル同好会としてステージを使える時間がすごく少ないんですよ。なんで？私も詳しいことはわからないんですが、いつもの半分以下しか使えないらしくて、曲数にすると多分3曲くらいしか歌う時間がないんです。あゆむさん、かすみさん、エマさんも知らなかったんですね。全然知らないですよ。なんでですか、なんでですか。理由は私も知らない。でも体育館を使うから他の部活のこととかが理由なんじゃないかな。そうなんだね。でもじゃあその3曲分はどう使う。じゃあそれぞれの曲をショートサイズにして歌うのはどう。平等にさ。すっごく短くなっちゃわない。今から曲を短くして振り付けもそれに合わせてってやるのはちょっと避けたいですよね。ライブには完璧な準備をして臨みたいです。それもそうだね。どうしたらいいんだろう。争奪戦ね。え、誰がステージに立つのがふさわしいか話し合いで決めましょう。はいはいはい、ステージに立つのはカスミンがふさわしいと思います。だってカスミンすっごく可愛いし、カスミンが出ないと見に来てくれた人が残念がると思いますし。私だって私が出た方がいいと思うな。海外からのスクールアイドルって珍しいし、みんな私が歌うのを待ってると思うの。それを言うなら演劇と両立しているという私も珍しいと思います。演劇ならではの演出とか他のスクールアイドルのステージでは見られないですもん。私みたいなタイプのスクールアイドルも珍しいと思う。曲だってピコピコしててとっても楽しい曲だし、みんな見たいと思う。リナちゃんボードメラメラ。私はあんまり特別なことってないけど、そのステージに立ってみんなの前で歌いたいっていう気持ちは誰にも負けないもん。アイさんめっちゃ盛り上げ上手だよ。だから一発目にアイさんが出てみんなをウェイウェイ乗らせて後につなぐのがいいんじゃない。いや、スクールアイドルに癒しを求めてきてる人も多いと思うんだよ。だからかなたちゃんの曲でみんなをリラックスさせてあげなきゃダメじゃない。
ライブには盛り上がって楽しめる時間も必要だと思います。だから私の曲でそういう空間を提供したいです。刹那の言う通り、みんなライブには非日常を求めてきてるのよね。だからここはセクシーでダンサブルなステージにできる私こそみんなの求める非日常を提供できると思うわ。カスミンが出るの。私だって。私だって。私だって。カスミンが出る。一番かわいい。全然決まらないね。声が出ない。私はまだ声出ますよ。話し合いできます。これが演劇と両立するものの喉の強さ、スクールアイドルに必要なものだと思います。ねえ、みんなここはもう譲り合おうよ。これだけ話して平行線なんだから、明日明後日で決まるはずがないもんね。マッチの言う通りにしよう。あのさ、3日前みんな媒体活動終わっちゃうの寂しい、みんなで活動するのも楽しかったねって言ってたじゃん。それもう一回やらない？なるほどね。3曲分の時間しかないのなら3組に分かれて歌えばいいんだわ。やむを得ませんね。その最適解にたどり着くまで長かったです。仕方ないですね。今回は一緒にステージに上がってあげますよ。じゃあどうやって3組に分けようか。どうしよう、みんなやってることがバラバラだし、誰と誰が組んだらいいかわからない。自分たちのことって自分たちじゃわからないですよね。それならみんなに聞くのはどうかな。それだ、きっと私たちよりみんなの方が私たちのことわかってるよ。そうしよう、そうしよう。なんとかまとまったわね。みんなでやった編集部さんのお手伝いで学ぶことは多かったですし、誰かと組んでのパフォーマンスもきっと大きな実りがあるはずですよね。楽しみです。